こんにちは、柴田です。今回はオートチューナーシステムを搭載したギブソンレスポールスタジオをレビューいたします。こちらのレスポールスタジオ、一見普通のレスポールスタジオなんですけれども、オープニングね、ご覧いただいた通り、こういったチューナーがですね、ヘッドの裏についているんです。これね、非常に話題になったので、知ってる人はめちゃめちゃいっぱいいると思います。僕もね、知ってはいたんですけれども、使ったことがなかったんで、今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ギターにね、チューナーが搭載されているっていうのは非常に便利ですよね。初心者の方が、まあ一番こう苦戦するというか、ちょっと苦手とするのがこのチューニングだったりするので、まあそれをね、ボタン一つでできるようになると、ギブソンがもっとたくさんの人に使っていただきたいギターということで、開発されたのが、まあ、こういったギターになるんじゃないかなというふうな感じでございます。百聞は一見にしかずということでですね、まずこのオートチューンシステムをですね、早速どんな感じかご覧いただきたいと思います。ではやっていきましょうかね。まずね、ここのポチッと電源を入れます。もうね、これだけなんですよね。これで完成です。すごいっすよね。では別のチューニングいってみましょうかね。半音下げいけますよ、半音下げ。ここで B にする、ここにね並んでるんですけれども、 B にすると半音下げになります。半音下げの出来上がりです。そしてドロップ D はこのね G、 この G がドロップ D です。頑張れ D、 よし。ほら、素晴らしい。今ちょっと苦戦してましたけどね、非常に素晴らしいですという感じになっております。まあめちゃめちゃすごいなと思います。いろんなチューニングにも対応してますしね。まあこのオートチューナーがついていることによって、なんかメカニカルな感じでちょっと色物っぽい扱いにされてるところがあったんですけれども、これね、物自体はめちゃめちゃいいレスポールのスタジオです。ピックアップは490と498が乗っていて、しかもタップ、フロントもリアもタップができるようになっております。もうバリバリのレスポールサウンドからシングルっぽいねサウンドまで、バッキングもカッティングも、そしてソロもというところで、めちゃめちゃ使い勝手のいいレスポールです。まあ音もいいんでね、この後鳴らしていきたいと思います。